ナリーグドジャースセブツ2パドレス、2024年9月26日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手、30、が26日、日本時間27日、本拠でのパドレス戦に1番、DH で先発出場。勝てば3年連続の地区優勝が決まる首位攻防3連戦最終戦で7回に決勝の敵地打を放つなど、3安打1打点の活躍。 猛追する2位パドレスをかわしてチームはレギュラーシーズンのホーム最終戦で3年連続でナ・リーグ西地区優勝を決め大谷にとっては悲願の初優勝となった動画優勝を手繰り寄せる一打大谷翔平勝ち越しの右前田を放ち雄たけびを上げる9回をコペックが締めて勝利が決定すると大谷はガッツポーズでベンチを飛び出してナインと歓喜の抱擁満面の笑みがこぼれた その後は地区優勝を祝う記念 T シャツと帽子に着替えた。試合後、中継局のインタビューに応じたデーブ・ロバーツ監督は、本当に嬉しい。選手を誇りに思う。この先は長い道のりだが、今日はお祝いだ、と嬉しそうに話した。記念撮影が終わると、ナインはクラブハウスに移動。歓喜のシャンパンファイトが始まった。大谷は目を保護するゴーグルを手にしていたが、 同僚から捨てるように言われたのかゴーグルを投げ捨てたロバーツ監督の掛け声で宴がスタート指揮官がシャンパンの線を抜くと背後にいた大谷も一瞬で泡まみれとなった同僚から集中攻撃を受ける場面もあったが大谷は満面の笑顔を浮かべたまたも大谷が吠えた7回にスミスが同点ツーランを放ち先発マスグローブを KO なおも一試一二塁で大谷に打席が回ると左腕スコットに対し1ボールからの2球目のスライダーを右前に運び価値ある勝ち越し打を放った一塁へ走りながらおたけびを上げた大谷は最近7戦で得点圏11打数10安打で打率9094本塁打15打点と驚異の勝負強さを発揮したさらにベッツが2点的自打を放ち この回一挙5得点で突き放した。試合後には大谷がグラウンドに愛犬デコピンを連れて登場。眞美子夫人とスリーショットで記念撮影する場面もあった。大リーグ公式サイトは、眞美子夫人が自らの携帯電話で大谷とデコピンの3ショットを自撮りする動画を公式 X で投稿。写真を撮る際はなかなかデコピンがカメラに目線を向けず、 二人で見つめ合って笑う微笑ましい光景もあった。シャンパンファイトを終え、取材に応じた大谷は、この日に望む気持ちを問われ、今日決めるんだという気持ちで球場に来ましたし、すごく嬉しいですとコメント。初のシャンパンファイトは、最高でした。まだまだ何回もできるように、今シーズンまだあるので頑張りたいと思います。シャンパンが目に入り、ちょっと痛かったです。 今後に影響がないくらいにやりましたと充実した表情で。